バクラバは、中東、中央アジア、地中海地域、アゼルバイジャン、トルコなどで人気のある甘いペーストリー。オスマン帝国で発明された。フィロ生地の間に刻んだクルミ、ピスタチオ、ヘーゼルナッツ、アーモンドなどを挟み、焼き上げてから濃いシロップをかけたもの。他の料理と同様、地域によって、調理法に違いがあり、特に大きな違いとして、ナッツの種類。 フィロ生地の材料や厚み、調理時のシロップの量、シロップに蜂蜜を加えるかどうか、が挙げられる。シロップには、レモンの果汁や、ローズウォーターが入ることもある。バクラバは、複雑な層をなすデザートで、長方形、または、円形の焼き皿の上に、紙のように薄いフィロ生地を溶かしたバターを塗りながら、何枚も重ねて作られる。バターは保存性を考慮して、 スマッシュバターが好まれる。生地を6、7層ほど重ねたところに砕いたナッツや、少量の砂糖やシナモンを乗せる。ナッツはクルミやピスタチオが好まれるが、時にアーモンドやペカンの組み合わせが用いられることがある。ギリシャには、いったひよこ豆を用いる地域もある。ナッツの層の上にさらにバターを塗ったフィロ生地を重ね、鋭いナイフで切り目を入れて焼く。 オーブンから取り出し、シロップをかける。通常はひし形、三角形、または正方形に切り、食卓に出される。澄ましバターで作られたバクラバは長持ちし、冷凍保存もできる。バターと砂糖を多量に含んでいるため極めて甘く、濃厚な味わいである。アゼルバイジャンのバクラバイエヌ、アザーバイヤーニポックレバは、 伝統的なデザートとして、お祝いや、お祭りの時に作る。トルコでは、主にバクラバの専門店で職人が作るもので、ガズイアンテップのバクラバを持って、最高とする。ナッツの代わりにカスタードクリームを挟んだクレマルバクラバもあり、国会沿岸のハムスが豊富な地域では、ハムスのバクラバも存在する。イラクでは、ゲーメルという水牛の土から取った濃厚なクリームを、 挟むこともある。地方によっては、バクラバを生地から作ることが花嫁修行の一環であった。聖教会の信者たちは、四巡説など時を守るべき、期間中は、バターの代わりに、オリーブ油でバクラバを作る。バクラバの起源はよく知られていない。アッパース町の首都バグダードでは、マスティックガムとローズウォーターで香りをつけた、ごく薄い生地でナッツを包み、 アーモンドオイルで揚げた歌詞が10世紀にすでに知られており、現在のバクラバの素材が当時ほとんど揃っていたことが伺える。中世のアラブ社会には今日のバクラバとほとんど同じ製法の歌詞があったが、バクラバという名称はずっと後まで出てこない。トルコ語の記録には16世紀にバクラグという名称で初めて登場する。バクラバのいろいろバクラバのいろいろ ロンドンにて中東には、蒸気のバクラバと同じ素材で、異なる形状に成形した歌詞がいくつかある。ありがとうございます。